はい、そしたら2番主義の展開っていうやつをしていきますね。はい、とりあえず展開ってまず何すんねんと、まあ、いうことから簡単に言いますと、まあ、書いてある通りですけれども、まあ、括弧が並んでこっちを入れますね。まあ一つずつ取り出して組み合わせて、まあ並べる、まあこういうテイストで考えていただければまあいいのかなと思いますね。まあ一応ね、さっきも一番でも言ってますが、まあ、このレベルより下のところっていうのは各自で絶対教科書を見たらできますから、まあ、それはもう自分たちで頑張ってください。はい、でまあそれはねもう前提でお話をしますので、はい、よろしくお願いします。ただまあ一応ね超ベーシックなルールだけ確認しますが、はい、これ括弧1個しかありませんけど、これ実は第1問でもやってますね。はい、 A×B と A×C と2つになります。はい、まあ、こんな風に書けます。別に CA って書いていただいたってまあ構わないんですね。で次、これがまあ展開ですけど、イメージですけどね、左側の括弧の中には A と B が入っていますと、右側の括弧の中には X と Y が入っています。お互いの括弧の中から同時に取り出せるのは一つだけです。取り出し方ってどんなんがあるのって言ったら、まずね言っていきますね。はい、こっちの A、こっち X を取り出した。AX という取り出し方が存在します。こっちから A を取りました。こっち Y を取りました。という AY っていう取り出し方が存在しますね。まあ、次、こっちの B とこっちの X。1個ずつ取り出すっていうパターンを考えたら、こっちの B とこっちの Y。それで BY と。はい、これが答えでございます。ね、まあそういう考え方をしていくものではないかなと思いますね。つまりこの A と X のセット、 A と Y のセット、ね、および、ね、この B とこの X のセット、ね、この B と Y のセットというのができるわけですね。まあその結果並んだものはまあこんな感じではないかと、まあ、いうことで展開していきます。だからまあ自分がね最初初心者の人は、まあ、できているかどうかっていうのはイメージね、こっち2個の 2通り取り出し方があると、こっち2通り取り出し方がある。取り出し方の組み合わせは 2×2 で4つだから、取り出したら4つ並ぶはずやなというふうに考えていただきたい。はい、でまああとここはね有名な公式です。証明等は教科書に見といてくれたらいいんですけれども、このプラスとマイナスのペアなんていうのは今後よく出てきますね。まあ、そうするとお互いを2乗して引くという形にまあなるんですね。で、まあ、これも有名な展開公式になりますけれども、まあ、これ A 足す B の2乗は、ね、はい、A 足す B が2個並んで、ね、AB っていうのが2個できます。はい、で、まあ、このような形で書けるでと、まあ、いう話が、まあ、有名なところでございますね。うん、まあ、上赤で書いてんやったら、ちょっと下も統一しとこうかということで、はい、2B 足す B 事情と、まあ、いう形で式が出ますよね。で、あとは、うん、はい、これ、セット。もしここマイナスやったら、下もマイナスやぞ、ということで、ね、ちょっとこのような形でまとめさせていただきます。まあ、これぐらいは、ね、知ってる人も多いんじゃないかなと思いますね。はい、あくびが出ちゃうぜって感じかもしれないですけど、まあとりあえず書いていきます。はい、じゃあね、まあ、早速ですが、まあ、この問題をそれぞれ展開するという問題が並んでますのでやっていきましょう。はい、でね、まあ、これいきなりやるにしてはあれちょっと持たないと思ってる人がおるかもしれませんけども、ね、なるべく簡潔に解いていきたいと思います。はい、まあ、そしたら左のアイテムと右のアイテム結構似てるんですね。ただその中にA-2B というやつを一つだと見たら、あれ？プラスとマイナス逆やな。つまり、線足す波線、線引く波線っていう見方ができる。そうすると、あれ？足すと引くのペアやから、こいつ使える。そういうものの見方ができるかな。つまり、はい、棒線の事情から、ね、はい、この5C の波線の2乗したらええやんと。まあ、いうようにこいつはフレームをですね、まあ、解釈できるかと、まあ、いうところになってきます。でその結果 A 事乗、はい、引き算ですね、はい、この下のマイナスの形です。 A 事乗引く 2A、 あれさっき B って入ったところに 2B がおるからここ 2B ですね。はい、展開のさっきの公式通りに書いていったら、まあ、こんな風になりまして、
まあ、計算すると A 事乗引く 4AB 足す 4B 事乗引く 25C 2乗と、まあ、いう形で、まあ、とりあえずファイナルアンサーということでございますね。大丈夫でしょうか。ちょっと待ってください。はい、実は暖房が、ね、まあ、前すぎてクソ熱くなったんで切りました。じゃあ2つ目ですね。はい、これはパズルの要素を提示してます、ね、これ真面目に最初からやったらまあ飛びますよ、ね、はい、次の問題でもファクターとしては存在するんですけど、これぷよぷよみたいな感じですかね。まずどの辺がぷよぷよなんかっつったら連鎖というような感じで使っていくんですが、はい、まずね 1×2×3 も 2×3×1 も同じです。つまり掛け算っていうのは順番変えてもいいわけですよね。そう考えると、はい、これ、これ、これをまずちょっとカスタムしたんですよ。そしたら、ここに足すと引くのペアが見えた。要は、あれ、ここで公式使えるやん、まあ、いうことで、はい、やってみたんですね。そしたら、これ、x2 乗引く2の2乗、そしたら、x 乗引く4やん。あれ、また、プラスマイナスのペア来よったな、と、まあ、いうように考えられますから、x2 乗の2乗つまり4乗になって、4の2乗つまり16になる。だからこれは公式のこのタイプをもう繰り返し使っただけなんです。だから難しいって言われたらいいんやって感じです、ね、はい。じゃあ3つ目、ね、これもね、まあ、ちょっと上級者向けなんですけれども、まず分からんかった人の結果をご覧せよというところで見ますね。でこれ展開した時に、まあ、どういうふうな形のものができるかっていうビジョンがね、まあ、あるやつが立つんですけど、これもまず打順を変えますね。はい、まあ、オーダー固定のチームでもいいですけどね、野球でも打順変えたらうまくいくことありますね。はい、まあ、こんなふうに変えました。それで一気に4つやるのは皆さん苦手。つまりニコニコ動画に分けましょう。だから初めの括弧2つをちょっと、ね、まとめてみたら、ね、はい、 x 事乗をこれ展開頑張ってやってな、 x 事乗これ頭の中でできるようにな、 x2 乗ができて、次 x な、はい、ここで引く 1x と足す 2x ができるから合計すると足す 1xで、これ引く2と、まあ、いう形ができて、まあ、x 事乗引く 4x 足す 5x 引く20。そしたら、これ自分、今までできている人は絶対自分で計算できるから、ちょっとこう頑張ってやってくださいね。はい、左は展開してこれ、右は展開してこれです。そしたら、はい、さっきみたいに2乗引く2乗のパズルはないですけど、ね、はい、あら、同じやつおるなぁと、まあ、いうことに気づくんです。x 乗足す x っていうやつがおるなと、まあ、いうふうに考えられます。だから、とりあえず僕は簡単のために a とか置いときますね。そしたら、まあ、こいつどうなってんのかな言うたら、もうみんな解けんねん。a-2、a-20 を式の展開しろや言われてんのと変わらんねん。そうすると、これやったらみんな展開できるんですよ、多分。な、ちょっと見かけ倒しやから、さっきみたいに第1問でやったような圧縮ファイルの概念で式運んであげるんですね。はい。だからこれやったらうまくいったな、いうこと。あ、A って書いてあるところをこいつにしたら A だけや。だから、x2 乗足す x の2乗を、22×x2 乗足す x、はい、足す40ってしてあげたら、まあ、the end なんですね、実は。はい、で、あとは、まあ、式の展開な。はい、まず、ここ a って置いたところは、もう、所詮 x 乗足す x が転がっとる。で、まあ、ここね。はい、最初の式は、まあ、2乗の式ですから、まあ、展開して差し上げましたら 2x3 乗足す x 事乗引く 22x2 乗引く 22x 足す40と出る。
はい、でまあこれ整理整頓していったらね、まあ答えは、x4 乗足す 2x3 乗、はい、引く 21x2 乗を引く 22x 足す40、まあ、できる人は計算ミスをとにかく専用にねと、まあ、いうことで、まあ、過去3番試合終了です。はい、じゃあラスト過去4番、はい、A 引く 2B 引く C、 まあ3つの2乗になってもまずね、ちょっと普通にオーソドックスに解いていきましょう。ね、でまあその上であとはめ込んで解く練習しますね。まあ、これね、展開考えていきましょうか。はい、AABAC、 これ合計すると 2B、 こう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 ということで合計9個できます、ね、まあそれ頑張ってやってもらったら、まあ、ぶっちゃけ問題ありません、ね、はい、まあそれで計算並べていったら、まあ、一応地道に解いたと仮定したら、ね、はい、A2 乗引く 2AB 引く AC 引く 2AB、 アルファベット若い順に僕書いてますね。はい、足す 2BC引く 2AC 足す 2BC 足す C2 乗となりまして、あとは同類項 AB は同じの2個、ね、AC も同じの2個、ね、はい、なんかちょっと待って、怪しいやつをな、ちょっと待って、あ、 2AC ちゃうな、ソーリーですね。はい、危ない、どこや、まあ、こんな風にやってたらちょっとまあ並べる上でリスクもなんかありますね。僕自身ちょっとこの危ないなと思ってしまいましたが、 AB、AC、ね、BC か、まあ、いうのが各々ペアズを追って、まあ、計算したら、ね、A2 乗足す 4B2 乗足す C2 乗引く、ね、4AB 足す 4BC 引く、まあ一応ね、回答例とか見てもまあ最終的に ABBCCA って並べてあることが多いですから、まあちょっと最後は CA にしておきますが、はい、まあこれね、まあ、一応こういう型は存在します。で、模範解答にはまあこいつに突っ込んだ形でまあ記述されてます、ね、はい、慣れたらすぐできるようになりますので、いいですか。公式っていうのは基本的にはショートカットするためのアイテムです。地道にやったらできますが、手数をなるべくね、まあ、かけずに、まあ、解くために覚えといた方がええでっていうことになるんですね。で、今はここが 2B-C としてはめ込んであげたら、まあ、ここに上手にはまるはずですから、まあ、ちょっとこの結論っていうのを、まあ、自分たちで考えてやってみてください。